背景、視聴者の皆様、お元気ですか？うなぎです。うなさんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。また、たくさんのコメント、本当に嬉しく感じております。応援からご質問、そして下ネタまで。僕なんか触れたくらいですよ。靴に関してはね。先日、動画にこんなコメントをいただきました。ラウンド2とフレン2の違いがよくわからない。実は今までこの手のご質問を3度ほどいただいております。靴初心者さんならではのご質問だと思うのですが、ここにこそ真髄が潜んでいるもので、まさに初心忘れるべからず。インスタグラムやツイッターで皆さんの革靴を愛している様子を見ていると、本当に尊いなと感じています。僕なんかより靴をたくさんお持ちで、そしてはるかにお詳しい方もいらっしゃって、そんな方々のことをマニアと呼ばずに靴くらというらしい。僕はただの靴好きのおじさん、改めてそう認識したりするわけで。だから僕なんて少し触れたくらいですよ、靴に関しては、ね、ツヤツヤのストレートチップ、可愛い顔したローファー、アスファルトを踏むカントリーブーツ、履き込まれたワークブーツなど、革靴の聖地イギリスから吹く風、イタリアの果実の香り、そしてアメリカのロックな音楽、こんな様々な文化を心に秘めている靴好きの侍たちは本当に紳士な方が多い。そんな紳士たちが集う YouTube、 靴マニアもうなる動画から磨きのテクニック、さらには革靴をカジュアルに紹介しているファッション YouTuber まで、さまざまなコンテンツがある。運命の革靴に出会うための偉大な航路、グランドラインがここに引かれていると言っても過言ではない。ではなぜそんな情報の大海原と化した YouTube にこんな疑問が浮遊しているのか、そしてそのメッセンジャーボトルを受け取るのは僕でいいのか。いやいや、本当に指先で少し触れたくらいなんですよ、靴に関してはね。プレーン2とラウンド2の違い、真の革靴好きの皆さんからするとなんてことはないこと。だからこそ今回、プレーン2とラウンド2の違いを説明しつつ、なぜこの疑問が生まれてしまっているのかを考察していきたいと思います。レッドイングを買う前に見る動画前編にコメントをいただきましたので、回答したいなと思っております。まず結論からなんですけれども、ラウンド2は上から見た時、僕らが上から見た時に、丸いつま先の形をしているものがラウンド2になります。プレーン2はつま先部分にキャップって言われる革やウィングチップって言われる革を貼り付けたり、穴飾りのないシンプルなデザイン、何もないデザインをしたものをプレーン2と言います。なのでラウンド2はシェープ、形っていうもので、プレーン2に関してはデザインや装飾っていうものの分類になるんですよね。ということで、この説明でもお気づきの方いらっしゃるかもしれませんが、そもそもプレーン2とラウンド2って比べるもの、分類ではないんですよね。まあ例えるならですね、ゴールキーパーと野球っていうものを比べてしまっているっていうことと、まあ同じようなことなのかなと思ってます。こういうことですよ。サッカーのゴールキーパー、野球のピッチャー、このゴールキーパーと野球を比べてしまっているようなものなんですよ。ラウンド2とプレーン2を比べるっていうのは、スポーツで例えると競技とポジションを比べてしまっているようなものなんですよね、結論こういうことなので、まあ、動画ここで閉じていただいても大丈夫なんですけど、まあちょっと例をいくつかお見せしていくと、まず丸い形のラウンド2で装飾が施されてないのでプレーン2ということになります、はい、これもラウンド2で装飾のないプレーン2になりますね、はい、こういうものがラウンド2でプレーン2の靴です。わかるかなこれがラウンド2で、ここに1文字入ったストレートチップっていうデザインのものになります。
大丈夫ですかね大丈夫かな。これがラウンド2でストレートチップの靴になります。もう一足あります、ラウンド2でこういう羽のようなデザインですね。これがウィングチップって言うんですけど、ラウンド2でウィングチップのデザインのものになります。そうですね、はいそんな感じかな。僕はラウンド2のシェイプが好きなのでラウンド2が多いんですけれども、これはセミスクエアでストレートチップの靴になります、まあ、ちょっとここに花飾りが入っているので、こういうのはパンチドキャップ2って言ったりします。なのでどう違うかっていうよりもそもそも違うっていうことなんですよね。ちょっとシェイプの分類をまとめておこうかと思うんですけど、ラウンド2、斜めに入ってくるようなオブリーク2、そしてアーモンドのような形をしているアーモンド2、先っちょがとんがっているポインテッド2、四角くなっているスクエア2にセミスクエア2、あとはエッグ2って言われるようなものも言葉としてはありますね。まあね、まあ こんなにたくさん覚えられないよって言われる方は、まあ、このラウンド2とこのセミスクエア2の違いぐらい覚えておくと困ることはないかなと思いますね。デザインの違いをまとめましょうね、プレーン2、ストレートチップ、ウィングチップ、サドルシューズ、U チップ、ホールカット、まあこれぐらいのざっくりとした分類を覚えてもらうといいかなと思います。まあ細かく言うと V チップとかも様々あるんですけれども、まあまあその派生ぐらいに覚えてもらうといいかなと思います。まあデザインカテゴリーに入れてもいいものとしては、こういうモンクストラップって言われるベルトがついてるタイプの靴であったり、皆さん大好きなこういうローファーですね、こういうものもまあデザインカテゴリーに入れていいんじゃないかなと思ってますね。なんですよね、まあ、ここで動画終わってもいいんですけれども、今回のこのラウンド2とプレーン2の違いを教えてくださいっていう質問ってちょこちょこ来るんですよ。なぜか来るんですね。もうかなり気になっていて、なんでこんなにこの質問多いのかなと思ってたんですよ、気になって YouTube 上のですね、ある種の動画をよくよく観察したところ、原因がですね分かりました、分析うなさんですはい、それの原因がですねこれなんですよ。ドクターマーチンの3ホール、皆さん大好きだと思うんです。特に若い子、街中でこのドクターマーチンの3ホールってよく見られると思うんですよね、まあ直近3年間って結構この靴流行ってるんですよね。なんでこれが原因なのと思われる方結構いらっしゃると思うんですけど、これこそがラウンド2でプレーン2だからなんですよどういうことって思われるでしょうね、まあ今からそのお話をしていきましょうね。この靴の多くはですね、有名ファッション YouTuber さんが取り上げられてるんですよね。たくさん、本当に銀河の星のごとくあまたあるファッション YouTuber さんがですね、まあ、こぞってこのドクターマーチンの3ホールや、ポストマンシューズを紹介されてるんですよね、今まで YouTube で見られた動画を思い返してみてください。本当にこのラウンド2でプレーン2な革靴を紹介されている動画がほとんどじゃないでしょうか、まあ、特にここ最近のこの韓国ファッション推しであったり、某ファストファッション系の YouTuber の方々は本当にね、猫も杓子もねこれですよ。特にどのチャンネルのどの動画っていう風に言及することはしないんですけれども、この革靴のことをラウンド2と呼ばれていたり、プレーン2って呼ばれている動画が結構あったんですよ。間違いじゃないんですよ。だってラウンド2でプレーン2なんでね。
でも YouTube でファッションのことをカジュアルに学んだ挙句、情報が中途半端になってしまっていることに視聴者さんが気づけずにいる状態にあるんですよね。まあ、ただこうファッション YouTuber さんだからって言って別に革靴に詳しいわけじゃないですから、そこに対してですね、こうプレッシャーかけていくようなことはしないんですけれども、そういうことになっている動画が結構たくさんありました。なので見る動画によってはラウンド2としか言われてないものもあれば、プレーン2としか言われてないものもあるので、どういうことなの、同じことなのって、まあ、迷われる視聴者さん多分たくさんいらっしゃるんだろうなと僕自身思いました。僕が初心者だったらおそらくラウンド2イコールプレーン2と思っても仕方ないのかなと思いましたね。はい、僕の動画では普段から言ってるんですけど、情報をただただ丸飲みにするのではなく、咀嚼をして理解をすることが必要じゃないかなと思いましたね。いろんな情報に僕らは普段からさらされていると思うんですけれども、この情報はどのレイヤーのもので、受け取った後に自分の頭の中のどこにしまっておいて、どのように取り出すかっていうところまでをちゃんと意識して、情報収集をしていくべきだなと思いました。それが本当に大事なことですよね。僕ら子供の時もそうだったじゃないですか。いろんなおもちゃ箱がある中で入れ間違ってしまうと、次遊ぶ時に探すの大変だったと思うんですけど、まあそんなものだと思ってもらえればいいかなと思います。今回学んだのは革靴のシェープとデザインについてでした。まあ僕もまとめれたので本当に頭がスッキリしてよかったなと思います。以上、うなさんでした。チャンネル登録、高評価を待ちしております。次の動画でお会いしましょう。さよなら。じゃあね。